楽しかった今日も。こんばんは、ギフトもありがとうございます。ありがとう、こんばんは、ありがとう。楽しかったですね、ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。こんばんは。また自分の周りはパさん推しだらけでした。そうだ、あ、そうですね。今日はでも全体的にいらっしゃったかな。最前だって3人ぐらいいましたよ。私のペンライト振ってくれてる人すごくない？3人ぐらいで最前だけで嬉しい。こんばんは。見つけてくれてありがとうございました。もちろん、もちろん見てるから、いっぱい。そう、今日もいっぱいペンライト振ってくれてる人を見つけて嬉しかったです。ありがとうございました。楽しかった。こんばんは。腕にジャラジャラして、そう、これあやかぴょんがくれた、そう、ガチャガチャです。これあやかぴょんがくれました。でも可愛くない？ゆうって書いてあるんだけどさ、石黒ゆずきのゆうみたいで可愛くない？で、おまけになんか黄色だし、ペンライトカラーみたいで可愛くてもらいました。私もなんか引いたらあやかぴょんがちょうど欲しいのが当たったらしくて、なんかそれと交換した。かわいいでしょ。ゆ、そう、そういうね、ガチャガチャなんですよ。かわいいでしょ。ゆ、こんばんは。探してこよう。多分ありますよ。栄じゃないな、オアシスとかにある。オアシスとかにある。そうだし、ペットボトル公演中にさ、お前やっぱお水飲む時とかさ、今日他にもらってきたんですけど、そう、こうやってつけとくと一瞬でわかるわけよ、自分のって。そう、あ、かわいい。そうだから、ちょうどいいじゃんって思って、そう、今日ねつけてた。見つけやすくて素敵でした。そう、いつも名前とか書くんだけど、そう、暗くて見えなかったりとか、すぐ見つけられないんだよね、自分で名前書くのに。そうだからさ、難しいのよ。傘のマーカーみたいなのもある。そう、ゆず傘にね3つぐらいつけてる。それ自分のあのなんだっけ、ビニール傘につけてます。サンリオのやつつけてる。
湯の湯だよね。あ、そうです、湯の湯です、お湯の湯です。可愛いでしょ。サウナの鍵らしい。可愛い。ギフトありがとう、ありがとうございます。そう、今日さ、なんかさ、寝落ちしたんですよ昨日。でさ、目覚ましかけ忘れてて、そう、や、あの、そしたらママから電話が来て、8時ぐらいに、あんた朝のツイートしてないじゃんって電話が来て、ああそうだって言って、そう、急いでね起きてツイートをしたっていう朝の話です。今日ママも見てくれてたみたいで、心配してくれてた。あんた起きないとなんて、お部屋の時間じゃなくなっちゃうとか言われて、そう、見てるっぽい。こんばんは。そう、待ってる人いるから絶対しな、ツイートしてって言われた、いい人。そう、今日寝ちゃってたからさ、そう、いつもでも写真はもう選んであって、あとツイートするだけなんだけど、そう、そうなんですよ。こんばんは。そう、うさぎの写真にした。もう本当にでも写真がね、もう ないかも。おはようツイートする写真が本当に撮らないとないかもしれないってぐらいね、ちょっとやばいですね。うさぎ、あれはね、お正月の公演のうさぎですね。一発目の、今年一発目の公演の写真ですね。ファーストラビットやった時に、そう、あの、ちかさんがうさぎ年だからつけてたやつなんですけど、そう、だからメンバーが、そのうさぎ年のメンバーしかもつけれなかったので、後から借りてつけたやつです。かわいいよね、ファーストラビット。16日応募した。お、そう、16日は鉄なじゃないや、 S 公演です。久しぶりの日曜日じゃないね、久しぶりの日曜日だよね、嬉しい。珍しく鉄な出ないんだね。ね、ゆずも知らなくてさ、鉄ながあること自体。そう、なんかこの間の公演でさ、なんか糸美希とさ、なんか私たちがいないとこの劇場は成り立たないとか言ってたくせにさ、出ないのおもろいよね。そう、出ないの面白いです。こんばんは。まあでも私の今やってるポジションがもう私しかいないのよ、やれる人が。そう、私しかいないから、誰かやんないといけないと多分なったと予想。そう、前までももちゃんがいて、そうで、いしずもいたんだけど、そう、2人とも卒業しちゃったから、そう、誰かがね、そうやらないと。もし私がね、風邪とかひいてしまったらってなったらね。あれですからね。こんばんは。
ゆずちゃん、やっほやっほー、こんばんは。これどうなってるの。今年劇場公演に今日含めて16回行ってるんだけど、その16回全部ゆずちゃんいる。だって私毎回いるもん、劇場公演毎回いるもの。でもあれですよね、私のこと見に来てくれてるんだよね。知ってる。まあ本当の推しも知ってるけど、私のこと見に来てくれてるってことでありがとうございます。ゆずちゃんに伝えなきゃって思って、2日3日思ってるけど全然思い出せん。思い出して。鉄ので赤黄色振るのが目標です。あ、振ってほしい。それはほんとの推しも知ってるけど こんばんは。ほんとの推し警察ね。S しか入ってないからゆずちゃん全部いた。うわ、確かにそうだよね。なんで本当の推しが分かるの。今日ペンライト振ってたもん。2本こうやって振ってたもん2本振ってたもん。私今日もさ、なんかさ、くるみんがさ、もうまだ若いからマイドリームだけ出れないんだけど、そう、本編からアンコール、マイドリーム前までくるみんと私のこと振ってくれてる人が、そう、マイドリームになった瞬間にもういなかった。そのペンライト片付けてたんですよ。そう、そういう、それぐらい見てますから。こんばんは。さっきまでさ、こうなんか控えめにこう持ってたペンライトをさ、そう、なんかあたかも最初から私だけですけどみたいな感じでさ振ってくれててさ、いや嬉しいんだけどさ、そう、全部見てんだからねと思って。そう、見すぎじゃないですよ。あなたのこと言ってんだよあなたのこと言ってんの私。そう、だから見てるんだから。全部知ってる全部、ユニットだけこの人振ってくれてたなっていうのも全部見てるし。見てます。こんばんは。ユニットだけで、いやでもユニットだけでも振ってくれるのめっちゃ嬉しいですよ。嬉しいです。あ、15分、すごい、なんか丁寧なコメントが来てるんだけど、公演配信で拝見させていただいていますだって拝見していただいているんですね、ありがとうございます。こんばんは。だから本当最近毎日踊ってんだけど、明日もリハだし大変だね。カラーズもね、あるしね。カラーズ楽しみ。ちょっと
楽しみですね。睡眠足りてる？いや足りてないです。足りてると言いたいところだが足りておらん。いや本当本当に寝たい。本当に一日一回寝たい。本当は明日休みの予定だったのにリアになっちゃった。はうん、踊りすぎて痩せてきてない。いやでも踊っては痩せないかも。もう仕事がそういう仕事だからさ、頑張って運動で痩せようと思っても多分痩せれない気がするな。食事とかで頑張んないと、筋トレとか。でも最近は夜はねもやし生活してるよ。もやし食べる生活してる。そう、もやしと豆腐と豚肉とえのき以上。夜ご飯それだけです。そう、それを一緒の容器にボンって入れて電子レンジで温めるだけ。何の味付けして食べる？ポン酢です。ポン酢一択ですね。ポン酢大好きなんですよね。美味しいよね。たまに梅干しとか入れますね、最後に。同じ味で飽きない。飽きない飽きないです。こんばんは。普通のポン酢、普通のポン酢、普通のです。一般的な一袋食べ、一袋もやしは、もやしは一袋です。昨日はママと半分こしたから、えのきは昨日は、ま、えのきは半分、あと豆腐一つね。もやしとえのきと豆腐ってなんだっけ。豚肉です。豚肉、あのしゃぶしゃぶとかに使う用のやつを使ってます。ママの健康診断終わったよね。終わりました。そう、ママが健康診断までこれを、この生活をしようって言うから、そう、じゃあゆずもするって言ってやってたんだけど、なんかやめ時が分かんなくて、私もまだやってるって感じでも土日はやっぱ家族もいるから、土日は普通に食べますよ。普通に普通に食事します。全然白米めっちゃ食べるし、そう、食べないけど基本は、けど平日はまあこんな感じですかね。逆にもやし一袋食べるのって普通じゃないの？え、思った。もやしってさ普通一袋食べない？え違うんか。こんばんは。ゆずぱいっぱい食べるのですか？食べますよめっちゃ食べます。食べるときは白米、この間は4杯とか食べた、お家で。